まで買ってた やっぱり高くなったなっていう風に、このまま上がってって、もう世間一般的に卵が高級品っていう風になっちゃったら、さすがに。仕入れは上がってます。で、光熱費も上がってます。全てが値上がりしてるので、どうしようかなっていうのが正直なところ。